Tengar presents Midnight World Cafe. Tenga Chaya. Tenga presents Midnight World Cafe. Tenga Chaya. どうもこんばんは、剣道小林です。毎年この時期になるとですね、M1 グランプリの3回戦ぐらいが終わりまして、まあ、いよいよこう出揃ってくる中、まあ、大体ね、楽屋であるとかいろんなところでですね、今年はここがすごいですという噂が流れてくるんですよ、大体ね。で、まあ大体本当にそこがやっぱ変わったりもすることが多くて、っていうか、まあほぼほぼやっぱその噂にはなっちゃうんですよね。ここ行くぜあれ、予選の感じ見てたらと。で、まあどんな楽屋、どんな芸人のたまり場言ってもですね、俺の望んでる答えが聞こえてこなくてですね、本当にかつてセーラー服っていうのはね、このセーラーの部分をですね、セーラーの部分というかこの襟の部分を立ててこう音を集めるために船乗りが使ってたという、そんなこともセーラー服着てこうやってきたりしても立ててですね、音声を集めても2トライブという声が聞こえてこない。おかしいな、違う楽屋行っても2トライブの名前出てこないと、もうしびれ切らして胸ぐらつかんで、誰が調子ええねん、2トライブか言ったら違いますって言われてる。違うとは言わない。今年がラストイヤーということで、はい、早くもザ・セカンドに向けてネタ作りを開始し始めてくださいということで、この番組は妄想キャドに土曜日深夜キッチンの世界でございます。ザ・セカンド頑張れよ。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイヤ、この番組はテンガの提供でお送りします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイヤ、改めまして剣道小林です。そしてツートライブ高森と周平魂です。よろしくお願いします。安心せ、はい、いや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 、ナインシュタイム聞こえてこなかったからいや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 、あ、出てないかあいつらも。いや出てます、出てます。あ、出たっけ。あ、出た。今3回戦中で決勝に、決勝は、うんうん、はいはいはい、出てないですかね、うん、アインシュタインさん。でも大体聞こえてくるんや、これが不思議なもんでな。はいはい。うん。準々決勝ありぐらいにちょっと、とどろかせるようにちょっと。雷鳴、鳴り響く。はい。そうですね。稲妻が。はい、はい、はいはいはい。やばかったぞと。うん。先日3回戦がありまして、はい。準々決勝に進めましたので、はい。次、うん、はい。ここは肝になっておりますので、ここをちょっと頑張らせていただきたいと思います、ね。はい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 。なんか名だたるところも落選したと聞きましたよ。あ、なんか ね、結構やっぱこう、まあ、追加もあるかもしれないですけどね、ちょっと少なめやったんで、いつもより、うん、まあ、審査員さんも変わったみたいな話も噂も出てるんで、うんうん、はい、どうなるかな、どうなるかですね。昨日ある番組の企画で1回戦突破できない芸人ちゅう、何ちゅう企画してるんですか。卑劣な、目指せ1回戦突破っていう企画やってんけど、企画なんか、あ、これで落ちんねやみたいな子結構おったけどね。でもね、1回戦の方が逆にありますけどね、それね、もう、その日によっても、だって言うたらもう1回戦ってさ、なんかもう犬連れてきたりするやつが落ちたりする、はいはいはい、ね、うん、ロボット連れてきたやつが落ちたりとか、はいはいはい、頭に植木橋乗っけたやつが落ちたりとか、芸人のファン同士で組んだやつが落ちたりとか、はいはい、そういうとこやという認識やって俺は。なるほど。すでにそこも難しくなってんの、これ落ちんねや、うん、なんかね、やっぱ組数が多すぎて、うん、ちょっともうがちゃんと見ようってなってるんだと思うんですよね。8500組とか、そうなんですよ。なんで、あ、まあ、うん、精度はそんなに高くないかもしれない、もしかしたら。いやでも、うん、ちゃんとは一応見てると思うんですけど、うん、いや、ここ落ちるかってとこまでも落としていかんと、うん、ぐらいレベルは上がってるかもしれないですね。あ、そうですね、そのレベル上がってる中で今一応大阪の37組残ってるのが一応2ドライブっていう状態ではあります、一応。はい、聞こえてこないんですよ。いや、まだね、はい、うん、でもほんまに2分30秒までやったんですけど、去年まで1回戦は2分15秒みたいに、もう人数多すぎて、あ、でシードとか作ってっていう感じなんで、なぜ、まあ、なぜそこまで芸人たちを熱狂させるんやろな。ほんまやな、ほんまですね、うん、
だちょうど子供の時に M1 を見て衝撃受けた世代が今もバンバン出てきてる。そうそう、いやまあそれはよしよしじゃないけど、はい、やっぱみんなに芸人目指して話聞いたらちょっと俺引いてしまうもんね。ああそうでしょうね。これ M1 見て笑い飯がかっこよかったからっていう、うん、いやでも分かりますね、分かってしまいますね。いや俺らはやっぱり何ひょうきん族見てアホな大人がいたからっていう理由やん。はいはいはい、かっこよかったから。やっぱまあまあ時代が違うんやろうけど。そうですね。うん、まあ演出的にもかっこいいってなりますもんね、あれ M1 ってやっぱ。そうか、大人だってこんなアホなことしててええんやで入ったからな俺らは。本来はそうなんですけどね、芸人って。でも、もしかしたらな、はい、お笑い芸人でそういうもんやとは思うんやけど、絶対そうです。いや今からだから対策立てようぜ、セカンドのな。いやいや、まだ終わってないです。今年まだ、はい、まだあるんで、あと16分はい、だから6分でしょ、ザ・セカンド。セカンドは6分です。だからほんま、あの、がっつり4分のネタ作って、どう盛り付けていくかぐらいの、もう、作戦でいった方がいい。まだです、まだです。まだです。まだ今から、4分ネタをまたがっつり4分作って、うん。あの、めっちゃまともなこと言ってはるんですけど、けど、うん、多分そっちの方がいいんでしょうけど。けど、はい、ちょっとまだその、まだ、おかずというか、やっぱ、盛り付けというかで、うん、これで6分になるやろうという目論みぐらい立てといた方がいいかもしれんな。いやいや、それはちょっと全部全てが終わってから。終わってから。うん、はい、はい、ま。間に合うか。あ、まあ、勝てんぞ、お前。そんな出遅れた感じで。いやいや。いや、それをやってたら M1 に絶対勝てないんで。はい。6分が。竹内はもう向かってるぞ、ザ・セカンドに。いや、それはもうあの人はもう、勝手に散々出たんで、M1 を。はい。うん、はい、ね、もう決定もしましたからね。あの、ザ・セカンド開催するっていうのは。あ、そうやね。じゃもうしばらく竹内には連絡つかへんね。空出来着て、山こもってネタ書くやろ、ね、そうですね。うん。うん。悔いないように駆け抜けたいと思います。いや。悔いないようにザ・セカンド頑張ろうよ。いやだからザ・セカンドまだなんですよね、うん、僕ら僕らまだなんですよ。えまだ出る資格もないんですよ、はい、僕らは。今の時点では、はい、今の時点ではないんです、はい、そして資格を失う可能性が、そうそう、そっちそうだよ、気にしもあらずなんですよ。はい、まあ優勝したらもう出ない、資格を失うんですよね。資格失いますから。失うんですよ。そうなったらもう、うん、悔しいけど出れないんですよね。しゃあないな。はい、大丈夫よ。その大丈夫はちょっともうちゃうんすよ、ね。安心せえ。いやいや、励ましの大丈夫じゃないですよ、うんうん、はい。全然意味がちゃいますんで、その大丈夫は。全然意味が違う。はい、全然大丈夫じゃないんで。何人締め上げても2トライブの名前出てけんか。いや、さ、締め上げないでください、そんな。やめてください、それは。いやいや。で、その違いますって言ってる芸人も腹立つ。あ、言わないでしょ、芸人が2トライブ買って違いますとは言わないです。全然違いますとは言わないでしょ。いや、僕あんま分かんないですとかは分かりますけど、違います、ね。全くもって違います。いやいや、誰や、そいつ。そんなやついないっすね。いないか。あ、いないっすよ。わかりました。はい。それではここで、いろはさんから。じゃあ、あ、ほんまや、もう完全に忘れてたもん。お前、ほんま機嫌良かったな、今。いやいやいや、機嫌よ。何機嫌よ、いや、お前、助かってた可能性あるで、今の。別に。もう、ジョニオンも M1 のオープニングにしては、もう結構話したし。いやいやいや、機嫌良かったな、今。機嫌よ、次行こうして、お前。してたろ。はい、じゃあ、おかんが、はい。たまにそのネタに対してのダメ出しを送ってきたりとかすることがあるんですよ。なかなかしんどいね。なかなかやかましくて、うん、で一度なんかこう下ネタを舞台でやった時に、それに対して何をコメントしてくんねんっていうラインがなりまして、うん、下ネタやったらこんなんもあるよみたいな、うん、おかんが送ってきたんですよ。息子に送るかそんなんっていう話なんですけど、まあ、最初になんかちょっと小話みたいなの入ってて、うちの弟こんなん言ってたみたいな。トイレ行く時に猪木が勝ったっつってトイレ行って言ってたみたいな。どういう意味かっつったらって、その注釈も入ってるんですよね、うん、猪木が勝ったら次ジャイアント馬場が出てくるから、馬場が出てくるっていう意味でうんこに行くっていう意味みたいな書いてるんですよ。古い笑いやね。古い笑いやな、日本プロレス時代の笑いや、はい。でまあ僕はもう無視してる無視してるわけなんですよね、うんうん、で他にも普通にある言葉で下ネタと捉えれるような言葉もいっぱいあるよ ってそっからもうなんかバーッと書き出していってるんですけど、す、うん、金木犀、金木犀みたいな、その注釈書いてるんですよ、うん、金玉のことを言ってるんでしょうね、うんうん、ほんでこっから京都にはそういう風なちょっとエッチに聞こえる下ネタっぽく聞こえるお寺もいっぱいありますみたいな、うん、何を言うた、うん、鎮光寺って書いてあって、うん、あ、はい、うん、読んで字のごとくって書いてるんですよ、うん、はい、面白い、はい、万寿寺って書いて、うん、まあまあまあって言ってるんですよ。面白いよ、はい、これはお寺じゃないけどつって、
栗きんとんつって、その横に想像にお任せしますって。息子に送ってくるメールちゃうやろと思って。なんやこれ思って。もう無視しとったら、しばらくしたらスタンプがぷって入って、と開いたら、クジラがパーッと潮を吹いてるスタンプで、その潮の上でカニがうわーってなってました。おかん面白い。おかん面白い。すげえな、おかん。マジで。そんな送る息子に。意味わからないですけど。まんじゅうじ。はい。栗きんとん、想像にお任せします。うん、やかましは。栗きんとん。まあまあ面白いやんか、おかん。いや、これまあまあ面白い言うたら、またこれ、もし聞いてたらもうまたもう LINE プア送ってきます。いや、まあまあ面白い。いや、そうなんですよ。うん、そういうことをやってきやがるんですよ。はい、まあ、そう、一般の方で、うん、その、あれやったらよかったねっていう人は合うもんな。合いますね。僕は渋谷でな、はい、マジでスカウトしようかなと思った2人の女の子って、その子はね、あの、本当になんか2人ともおもろいな、これ、プロっぽいよなっていう、はい、単に女の子1人、まあ、待ち合わせっぽいのよ、はい、俺が通ってる道で立ってて、まあ、携帯見てみたいな、はい、待ち合わせやろうなともう意識もせずに、はい、近くまで俺が行った時にその待ち合わせてる相手が来たみたいで、うん、それが11月4日ぐらいやね、はい、な、はい、で遅れてきた子が、うん、ジョーカーのメイクしてんのよ、はい、パッて前だったら、はい、そのスマホ見てて待ってた子が、はい、結構クールな感じで、はい、4,5 日遅くねって言ってい いやめちゃくちゃセンスあるな、これセンスありますね、うん、うわーとかならずに上げないツッコミやったのよ、はい、4,5 日遅くねみたいな、うわセンス抜群やんと思って、面白い、はいはいはい、4,5 日っていうのもいいですね。その2人の方がちょっと聞こえてきたもんな、 M1 行くらしいぞみたいないや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 、おかしいでしょ、まず出てないでしょおかしいでしょ出てないでしょまず。いやマジで俺にそれなりの権力あったらスカウトしたけどな、吉本に。いやまあ冒険も結構思い切ってるし、多分高校生ぐらいやねそれが、多分。まあまあ芸人、まあそれはまあね、たまたま一発良かっただけかもしれないですね。そんなさやからと芸人になったらなったで、少なく水まずも高野より面白い。ちょちょちょじゃあ何ちゅうこと。いやお前だってそのな、あの11月4日に周平魂がジョーカーのメイクしてスッて待ち合わせして立ったらなんて突っ込む。もうええってっつって、上げて上げて上げて上げ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 て上げて、もうええってもうええってお前何しとんなん。そう半分スマホ見ながらでその子45日遅くね。いやすやばばいや大したもんやな。いや大したもんやな。いやすげえな。うん、そうか、ツッコミの立ち位置としては最高ですね。いやなんかね、大ギアハギじゃないけど、あ、うん、スコーンと、スコーンと、そういくかっていう、うん、そこで一発ドーンと受けますもんね、うん、すげえ。いや正直俺も笑われへんかった、このあなんかすごくて、はい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 、はい、うん、あれなんかこの二人すごいぞってなって、うん、まあまあでもね、そう芸人、やっぱ芸人ってその素人とやっぱ違いで、うん、素人さんが芸人よりも笑い取ることはあるんですよ、うん、でもこれを続ける継続するっていうのは、うん、なかなかできないってやっぱ言われるじゃないですか、まあね、やっぱそこでほんなその子は継続できるんかっちゅう話で、その若い子がたまたまその時のノリがやっぱ面白いってのありますけど、それは継続できるのかってなったら、これがまたあの舞台設定もよくて、まあ、渋谷なのよこれがまたな。うわーいいな、ハロウィン、うん、あ、うん、4,5 日前に騒動やった渋谷で残像のように、その11月4日に待ち合わせする言うて、そのボケ思いつくも結構すごいなと思う、うん、ああ相当っすね、ツッコミに信頼持ってなかったら、うん、はい、確かに、うん、早い方はまだ思いつきそうなもんやけど、うん、4,5 日後っていうのは、ま、4,5 日っていうワードがええやん。いやいいっすね、 4,5 日はめっちゃいいっすね、うん、食ってないっすよね、うん、遅くねっていう、うん、はい、怖いで素人、あ備えとけよ、ガチでいきなり道端で来られた時面白い、何しとんねんってなかんでもうええってテンパってテンパって、いやもうそれそうなります、うん、やっぱ速さね、うん、速さ声量、うん、そこは負け、誰にも負けない、うん、でも俺もうええってもで、お前そういう時ってええー、って言うだけの時あるやんだから
それもそれを。それも技。それも技です、全部。あ、お客さんも一緒にびっくりして、お客さんもびっくりするところですよっていう。そうです、そうです、そうです。うん、それ今のそのは分かる人だけの笑いなんで、うん、じゃあ分からない人にも、まずリアクションで伝えないと、うん。それがプロですと。そうですよ。うん、そんな、4、5日遅くねって、え、何が何が何がハロウィンってこう繋がる人ばっかじゃないんで、はい、はいはい、やっぱり街中におる人は一般の人なんで、女子高生がジョーカーのメイクで11月4日に渋谷に現れたら、はい、なせのなせの絶対そっちでまずこう集めます、はい、注目集めて、なるほど、うん、もうハロウィン終わったよ、わ、行きじゃないね4、5日遅くねって行きやろ、行きやハロウィンって使わへんの、ああいやいや、なんせそのたり俺すごいなと素直に思った。あ、いや、まあすぐすごいです、はい、しかもプライベートで何してんのその子ら、なあ、いや面白い、ではマジで笑い芸になろうって思わへんかな、ちょっと期待したもんな、 あの時の私らですって来てほしいもん、ほんまに、うわ、うん、絶対その一言で多分その後も面白いって分かりますもんね、会話してても多分2人はずっと面白い2人やねん、多分面白いですよね、うん、うん、昔からも昔から面白い2人やん、うん、女の子で、まあ、知れてる？いや知れてるというか、いや それ舞台立ったらでけへんでってなりますよ。あ、なるほど。はい、それで多分滑りますよ多分。違う違う、遅くねって、でも知らない人も。指導戻るなとれない。知らない人めっちゃキラーフレーズや、いや NGK でやったらおじいちゃんおばあちゃんとか何ですかってなり、ピンとゲンはな、ピンとゲン、そのツッコミでは、はい、うん、まずハロウィンって言って注目集めて、は、注目、何してんのハロウィン終わったよ。あ、大事大事、はい、大事大事です。わかりやすいな、はい。おじいちゃんおばあちゃんには。おじいちゃんおばあちゃん大事やな。はい。こっちはさ、やっぱお金もらってやってるんで、うん、そのね、みんなに分かっていただかないとなんで。一気になんかそのネタのクオリティ落ちるよ。そうやな。なんかボケ全然思んないっていう。一気にボケがなんかしょうもない。で、週日遅くねーの後はめっちゃおもろいネタ展開されるけど、ハロウィン終わったよ。めちゃくちゃくだらん、まあバカやけどな、バカなネタなんやけど、そうね、でもおじいちゃんおばあちゃんも大事やから、そう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 、お知らせしました、いや今の勉強のあるな、いやそうやね、その一言でもうネタのクオリティ変わりますもんね、正直出てこないもん、4、5日遅くねえもん、携帯見ながらチラッと見て、携帯見ない、いや携帯もう半分見ながらよ、4、5日遅くねって、いや面白い、すごいわ、うん、さあそれではここでいろはさんからのお知らせです、うん、水原希子さんとのコラボアイテム第2弾、うん、とっても気軽な使い切りアイテムイロハプチコーラルが好評発売中です、使い切りアイテムイロハプチをベースに水原さんが大好きな海と海の中で美しくきらめくサンゴをモチーフにした水原さんの大好きが詰まったアイテムを共同開発、プチ特有のプルンとした優しい刺激とサンゴをイメージした特徴的な突起のしっかりした刺激がメリハリのある気持ちよさを生み出します、うん、98% が水分だから冷やし、水ですね、もうほぼ、うん、冷やしたり温めたり、好きな温度で使えちゃいます、うん、プレジャーアイテムに一歩踏み出せない皆さん、つるんと新感触でお手頃価格、捨てる時もポイッと簡単なイロハプチコーラルで新しいプレジャー体験を始めてみませんか、うん、詳しくはイロハ公式サイトをご覧くださいということでございます。 98% 水分はえぐいね、すごいな、環境にもね、もう捨ててもいいってことですもんね、これね、うん、それはそうよ、はい、水分、うん、こうね、パッと、マナちゃんが一番おすすめ、そうそうですね、まあこれのですね、うん、これ乳首に塗りたくた気持ちやろな、はいそうです、そういう使い方も別にしていいんじゃないですか、男性も使ってもらっていいですし、女性もこうね、あそこに当てて、金玉にリップクリーム塗るような感覚で塗りたいね、潤いを、潤いを気持ちいいと思います、気持ちいいと思う、はい、あ、肛門にも気持ちいいかもしれないですね、気持ちいいでしょうね、はい、ぜひ、公式サイト見てください、じゃあここで一曲お届けしましょう、はい、11月16日にボジョレーヌーボーが解禁したということで、今日はワインにまつわる曲をお送りします。まずはこのナンバー、安全地帯でワインレッドの心。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガ茶屋、どうぞ。この後851で紹介する桜真奈の写真はお行きください。だいぶあざといですうわー、そうっすね、確かに、うん、
そうですかね。まずはちょっとコーナーの、はい、はい、このコーナーではリスナーの皆さんから送っていただいた大人のフレーズを大人の色気ムンムンでさくらまなちゃんが紹介、851リスナーの今夜のおかずにしていただこうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハイロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。まあ、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこの写真はどっか SNS 等に公開か、はい、してますか。してます。じゃあこれちょっと皆さんはい、見てみてください、はい、髪の毛ボサボサメガネ姿で頑張りますというメッセージが添えられた写真なんですが、はい、あざとくて何が悪いのと言わんばかりもうそうですか、番組名を言いそうな、はい、あ本当ですか、ね、ちょっと私としてはその、うん、なんか帰ってきた反応にびっくりして、うん、結構ひどい状態なんですよ。これひどいですか。ごめんね、ブスな写真で的な。そういうことでも、なんか、なんつっていいんですかね、この、要するに、自撮りって角度決まるじゃないですか。はいはいはい、自分の好きな角度があって。はいはい、で、足りも痩せたりだとか、みたいなことはせず、はいはい、もうなんか、今日はもう一日もこんな感じだし、まあ、これでいいか、と思って撮ったふとした写真なんですよ。はい、それが、それが、いやいや、こういう写真が男受けするっていうのは、もう桜まだなら、そうですね。真面目出してるはずでしょ。いや、私はもう本当に男性の心がわからなすぎて。ほんまや。そうですね。あー、なるほど、なるほど。そうですね。本当ですか。そんな好評と思わないですよ。これは青春派の感じ。もう、お化粧もね、はい、ベースメイクぐらいで、ぐらいで、メガネで、髪の毛、あえてのボサボサ。ちょっと手で写真撮る前にクシャクシャってちょっとやってしてる可能性もあるぐらい。すいません、すいません。でもこれも本当に掃除をし終わって、ほら、私潔癖症じゃないですか。はいはいはい。なんでも汗かいてて。潔癖症？はい。すごい潔癖症なんで。シーツも洗いますもんね。はい。そうです。もう本当に1日3回ぐらいクイックルマ、チンカスは食うんですけど、クイックルワイパーをかけたいんですよ。はい。チンゲ飲むのに。チンゲも飲むんですけど、潔癖症なんですよ。それでちょっと汗だくで、あちゃちゃ今日も SNS にあげる写真ないわと思って、やべえこんなとだけど、まあこれもたまにはいいかと、はい、いいかと、たまにはさらけ出してもいいかしらと。あざとい、いや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 、これはプロのメイクさんつけてるでしょ。いや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 、そんなそんな、そういうという程度スタイリングお願いしますと。いやいやいや、とんでもございません。まさかそんな評していただけるとは、これはみんなに見て判定してほしいな。いやでもほんま小林さんが言うまで、やっぱこう男はあんまりそのあざとさが分かんないですけど、言われてあーってなって、だから女子は多分これあざといって分かってる可能性ありますよ。あっちゃ、私は女子ですから。すごい小林さん。あっちゃ、どこがそうですか。女子ですか。確かに小林さんの経験値はもう女子と同じ経験値を、まあ、そうですね。でもこういうことが言いたかったんですよね、やっぱ後輩に向けて、はい。この前のね、持ってるもんだけで勝負してる、じゃあ勝たへんぞって。いやいやいや、そんなメッセージないです。コマさん、コマさん、ただでさえもう奥ゆなちゃんとかからもう来てるんです。もう、え、もうみんなからメッセージ来てるんです。なんていうメッセージ。え、仲いいですよね、マナさんとか。仲いいから何やったっけ、喋りたくないやったっけ、何やったっけ、ええ、深い話をしすぎて覚えてないって話をでも本当に息吸うように話してたんでっていう意味だったんですけど、もうそれがもうだから小林さん本当にちょっと あの影響力考えていただきたくて、ちょっと動き強くなってましたもんね。すごかったんですよ、もう本当に、はい、処理が、はい、処理が、昨日も しましたね、消化活動、はい、このわだかまり消化活動がかなり今、それにしてもこの写真を、この写真、いやいや、そんなことないですって。本当に、いやでもまあ前に置いてるんでしょ、ココアとか置いてないですマグカップ置いてますね。いやいやいや、本当にもう猫のスリッパみたいに履いてるんでしょ。いや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 、もう水飲んでます。水と、もう本当になんていうか、ひどいありさまだった時だったんですよ、この時は。それをね。それを伝えようと思ったが、しかし。いや、だから、そんな風に。素材が良かっただけなんですね。いやいやいや、そもそものね。でもないです、本当に。いや、これでも狙ってなくてこれやるんやったら相当すごいですよ、逆にね。あら、はい。じゃあ、なんかちょっと、まあでも、いい気にはなりますね。いや、そう、美しいというか、まあ、かわいい。ありがとうございます。もう嬉しいです。でというメイクさん雇ったんです。はい、いやいや、雇った本当に。金かかってんな。これは作り上げたものでは全くないんです。本当に。ありのまま。ありのまなです。ありのまな。はい。ありのま。ありのまなです。ありのままじゃなくありのまな。ありのまなです。
なんかでもこう写真集とかもこういう1ページありますもんね。ある、ありますよね。あるよ、うん、うん、確かに後ろの方にオフショットみたいな、オフショット的な、こういうのが見たいみたいな、うん、なんかちょっとだから自然とその動きになったのは、まあそういう仕事の、うん、もしかしたら積み重ねなのかもしれない。照明さんが20分ぐらいかけて自然光をつけた。いないです、いないです。窓の外に照明を置いたりして、あのデイみたいなやつですね、してないです、全然。もうあのガチ日光です。カンカンカン言うて、もう全然あのちょっとフィルム貼ってみたいな。やってますけども、そんな作り込んでないですよ本当に。でもそう言ってもらえるの嬉しくないですか、自然とやったことが。そうですね、自然なんでしたら。そうですね、やっぱりキメキメのじゃないもので認めてもらえるんだったらもう何よりでございます。いや、前の日の晩から水抜いてる感じがする。めっちゃ用意してるやん。むくみを。むくみ取りまくって。塩抜き水抜き。体に悪いらしい、あれやめた方がええよ。塩抜き水抜きは。そんなスタンバイしてないですよ。すごいっすね、この一枚に。すごいな。やった、あげてよかったっす、本当に。かつてだって金玉顔と言われた女優さんですよ。金玉感ゼロじゃないですか、これ。いや、ちょっと脱金玉はテーマですよね、オフショットはやっぱり。やっぱりあれ聞いたんで、私の中で、うん、あの心の守りにもなってもいるんですけど、うん、言われるんでたまに。金玉さん、あ、金玉ちゃんって。金玉ちゃん、はい、はい、頑張ります。はい、はい、頑張ります。お待ちしてます。はい、それでは今夜もまなちゃんにセクシーフレーズを紹介していただきます。まなちゃん、はい、お願いします。はい、まずは広島県のシャオロンさんからの動作チコジでお聞きください。はい、絡みがどうだったかですか。そうだな、すごく深くて思ってたより深いところまでガンガン来ましたね。あ、とりあえずめっちゃ深くてよかったです。これは対談の感想を聞かれた時、深い話をしたということ以外何も記憶がなくなった。すぐ苦戦回収すぐや。おー、ダメですよ。これでもほんまおかしかったですもんね。深い話したっていうのに何話したか覚えてないっていう。はい、奥ゆなに、うん、いやでも結構共感されましたよ。そういうことあるあるみたいな。はい、あのぎこちない会話ほど違和感が強くて覚えてて、その自然で息吸うような感じで話した時ほど何話したか忘れちゃうよねみたいな、はい、これ女子あるあるなんですかね。なんか女子めっちゃ喋るじゃないですか、うん、本当に真剣にブワーっと、はい、意外と真剣すぎて覚えてないんですかね。意外と覚えてないんじゃないですかね。まあ、女性みんな言うもんね、そこに対して反論とか意見は全く欲しくないと。共感のみって感じなんですよ、うんうん、とりあえず私の喋り終わるまで聞けという、うん、好意、うん、ですからね、もう喋りたいという、はいはい、そういうことなんですね、うん、それってでも深いんですかね。確かに。おっと深い、深いです。深い話をもうお互いも喋り尽くしたっていう。そうですね。あ、でもこれはもしかしたら言い間違いかもしれません、うんうん、関係が深すぎたゆえに話せること。なるほどなるほど、 なるほど深い話をしたってわけじゃなく、はい、なるほどなるほど、関係が深いから、うんうん、はい、覚えてない。関係深いんや。深いんです。もう本当にゆなちゃんから来るんで、あ、こう、あのこっちから行かない。あ、いやいや、あのゆなちゃんから私のとこ来るんで、いや、いろいろこう声を寄せてきてくれるんで、はいはいはい、こっちから寄せない。寄せます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 。寄せてます。寄せてます。表してます。双方向、双方向、両思い、はい、はい、勘違いされるようにすぐもうね、否定に入る、はい、もう、うん、これ怖いです。怖いですね、もう小林さんのこの頑張って言わなければと、頑張って言わなければ誤解されたまま終わるか。誤解され、そうです、ほんまや。こちらの方にはいろはプチプラムを差し上げます。続いてが神奈川県アクセルライダーさんからの動作事故一でお聞きください。わお、ねえ、もうちょっとだけ、もうちょっとだけこうしていようよ。まだ出たくない、まだ出たくないの。ほら、周りなんか気にしないで、私と一緒に最後まで一緒にいよ、うん。これは映画館で映画の鑑賞中、最後に何かあるかもしれないので、エンドロールが終わるまで待っていたい人です。ああ、ここ分かれますよね。これ分かれますね。分かれるね。うん、あのエンドロールですよね。僕はもう、うん、帰りたくてしゃあないです。ああ、分かります。なんでみんな戦えないの、最後まで見るなぁ。あれ、なんすか、なんかある可能性あんねんな。いや、私はすぐ出たくなる。俺は見る。あ、綺麗に半々に。なんか映像とかがね、流れながらこうエンドロールやったら、まあそれは見ようかってなるんですけど、
まあ、ほんまは出たいっすよね。出たいです。2曲目入った時、やっぱ2曲目入った時に出たなの。出たなりますね。もうその時も一番出たくなりますね。もういいんじゃないっていう。でもみんながいるってことはなんかあるんかなって思いながらやるけど、ないんかいっていう。あれもだって知らない人の名前を言うだけになっちゃうじゃないですか。そ、そのさ最後の方は最後のとこね、はい、いやこれはよう言うてくれました。ほんまにそう思います。そうなんです。でもその中に、あ、この人の名前聞いた見たことあるとかの発見があると喜びになるじゃないですか。あ、そう。でもなんか知らないとずっと知らなくも終わるから、うん、ネットで見れるやんっていうね。別に出演者気になったらとかもありますし、どちらにしても見る見ひ抜きにしてももうさ、ちょっとゆっくりしてから行きたいですけどね、うん、あ、うん、あ、けどこう帰る時、うん、もうなんやろなって思ってもごった返すやん、うん、あれがいいやつよね。うん、RRR ってご覧になりましたっけ？まあ、ね、はい、見れなかったのよ。あ、映画館で見なきゃ意味ないって言われて。言われてね。うん、いやでも家でも絶対面白いとは思うんですけど、うん、MV みたいなんですよ最後エンドロールが。はあ、はいはい。ミュージックビデオみたいな。はい。だそういうのだったら多分見れるんですよ。全然いいですよ。はい。インド映画とか結構ありますもんね。そうですね。楽しみになるっていうか、その曲を聴くみたいな。はいはい。なるんですけど。確かに曲がねこう有名なやつとか、その主題歌がね、うん、結構流れてるやつやったらそれ聞こうって ね、 そ、 ね、それは確かになりますね。はい、小林さんはどうですか？僕はだから最後に見ます、ね、もうなんかうずうずしてこないですか？まあだからあれはこういうことやったのかとか考えれる時間。ああ、なるほど。やっぱ偉い大人ですね。そうですね。みんなあれ大人やなと思います、あれやってる。偉い、うん、今日だから自分で思ったもの大人だったなっていう、はい、今まで自分まだガキなとこあるな思ったけど、大事になってな俺っていう。なんですか？いや今日だから早朝に大阪市長と、はい、あの喫煙所を設置しますっていう記者会見みたいな、はい、NGK の、そうそう、はい、喫煙所さえしっかりこういう人が集まる街に作れば、はい、歩きタバコがまずなくなると思いますっていう、はい、歩きながらこう記者会見するみたいな街を、はい、はい、これ一昔前の俺やったら今タバコに火つけてたもんね。ボケでボケでね、ボケでやった思いをしてもらったから突っ込んでくれるやん。はいはいはい、絶対やってたなって。あ、めちゃめちゃおもろいですけど、まあ大人ですね。だったな、うん、でもなるほど、浮かんではいるんですね。浮かんではくるんですね。その行動が、うん、でもまあご時世とかそういうの考えてやめてるっていう。めっちゃおもろいですけどね。やっと大人になりました。落ち着いたっていう。さあ、こちらの方には天下エッグスフィアを差し上げます。お、はい。さあ、そしてそして来ました、はい、はゆたかちゃんさんです。あれ、うん、え、はい、合ってますね。いや、はい、はい、うん、あ、読まないでくださいね。はい、はい、わ、はい、かりました。はい、はい、はい、では行きます、うん、神奈川県のデビュー戦反則負けさんからのどうぞ8号1でお聞きください。わー、ねえ、まだ出るでしょう？ちょっともう終わりです、やめてください。何やねんそれ。やだ、まだ出るでしょ。やめてください、壊れちゃいます。やだ、まだ出るの知ってるよ、出していいよ、ほらほーら。あ、出ちゃいます、やめてください。ああ、出ちゃいました。え、すごい、たくさん出た。まだまだ出るよね、ほら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 。やめてください。もう本当に壊れちゃいます。やね、新しいのが来ましたね。どういう系なんかね、なんですかこれ。ちょっと降りてきた。真面目な。降りてきました。広島弁じゃないんで。真面目。真面目。真面目な紳士的な人。待ってくださいって何なんですか。ちょっと後輩がこういじめられてるみたいな。後輩というか、ちょっとあの部下が。なるほど。女上司に。ちょっとこうやられてるみたいなことやと思うんですよね、このデビュー戦反則負けさんのイメージ。違う違う、これは福引きのガラガラを当たりが出るまでやろうとするマナちゃんと店員さんのやり方。全然違う、全然関係性間違えてましたね。じゃあでもなんかちょっとびっくりしたんですよ。あれ、これ広島弁とかじゃないみたいな。新しい演技プラン、あ、まあ、言いましたもんね、僕新しいいろんなことできますよっていうの。パターンでもいけますよ、広島出身というだけで。そうです、いろんなことができるんで、僕出力豊富ですね。はい、やめてくださいって言ってた。やめてください。そうそうそう、だからそういうことです、部下のね、うん、なるほど、はい、うん、新しい一面見れた。はい、はい、こちらの方には、ホットテンガを差し上げます。はい、あ、
以上です、はい、どうぞ851でお聞きくださいのセクシーフレーズのエントリーは FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。まなちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、どうしたの、気を抜いてます、はい、よろしくお願いしますさあ今夜はワインにまつわる曲をお届けしています、はい、続いてこのナンバー、工藤静香でワイン一口の嘘。天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、天ガ茶屋、天ガギリギリ大喜利。さあこのコーナーでは天ガチャやリスナーからの大喜利メッセージを紹介していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。はい、お題はさくらまなが加藤隆と距離を取ったなぜ、うるさいからやゆで散々、ね、は出てるんですね、見てたんですけどね、答えは出てる、好きなんですけどね、答えが出まくってるんですよねこれ。はい、じゃあ行きましょうか、こちら、はい、神奈川県アクセルライダー、さくらまなが加藤隆と距離を取ったなぜ。あー、まなちゃん、まなちゃん、お腹のたるみてるみしょうみ、食生活は大事だよ。今朝は何を食べた、せい、ほらまなちゃん僕が聞いてるよ、せいと答えない限り廊下をジョイマン高木のステップで塞いでくれめんどくさいな、テンション的にはこんな感じですけどね、こんな感じなんかイメージなんすごい、得てます、僕らもそういうイメージなんですよね、もうこうなってきた、ただジョイマン高木やったら、なんだこいつで一応止まってくれるのに、はいはい、なんだこいつをマナちゃんがやったとしてもタカさん多分止まらへんそのままやってますね、そのままやってくる、ステップ踏み続けてきます、こちらの答えは天がエッグウェイビー2を差し上げます。埼玉県リリコのチンポはでっかいぞ。さくらまなが加藤隆と距離を取ったなぜ。大倉さんと盛り上がった十分めっちゃ合いそう、十分に距離を取る理由、すごくあれはどっちが先折れるやろな、うわ、どっちなんすか、パワーバランス的に、パワーバランス、僕らのイメージはどっちも今日すごい、互角がずっと続いて結果どうなるか、いや大倉さん折れんちゃうかな、大倉さんが折れる、大倉さんの喋りでカロリー使うのよ、身振り手振り大きいし、ああなるほどなるほど、確かに長期戦にはちょっと踊ってるしね、喋、りながら、ね、大倉さんという人は長期戦になったら体力的にってことですね、それはありますね、テンションもまだいけるけど体力的に大倉さんがレジェンドに負けるってことですね、その体力にはね、そうですね、田中さん普通に椅子に深く腰掛けて足組みながら喋ってるから確かに、ね、で永遠喋ってる、永遠なんで、永遠やの、もうそれは強いっすね、永遠喋れるっていうのは、円周率ぐらい続いてるほんまに永遠っすね、そうそう、永遠や、無限や、ほんまに永遠よ、こちらの方には天がオリジナルバキュームカップを差し上げます。東京都いちごパンツくん、さくらまなが加藤隆と距離を取ったなぜ。距離を取ったつもりなんてないのにいつも人はそうやって言う、人ってやっぱり信じられない、いいそういいそう、取ってないっていうことですね、私取ってないですよ、はい、まあ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 言いながら、まあ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 、でも本当にタカさんは唯一気まずさとかないんで、そうだね、気まずさないね、そういうところで言うと本当タカさんっていう人はもしかして一番向いてるのかもしれないです、そうだね、繊細ななんか機微読み取れみたいな感じの人だと難しいじゃないですか、じゃないんで、もうな多分なんでも OK なんで、なんでも OK、この仕事にも向いてるってことなんですね、向いてると思う、日々いろんな人といろんな現場で会うじゃないですか、はい、それも別にね、いちいちこう気にしてたら、そうですそうです、ね、一番正解のスタンスなんだと思うんです、仕事をする上で、例えばタカさんがわー喋ってきたことをスルーするとするやん、はい、ほんなら横にいたいと、おいスルーされたよこいつに、あうわおなな巻き込んでいくから、なるほどなるほど、そうですね、うん、でそうスルーされたよって言った人に、あれ半年ぶりくらいだね、まま、戻ったみたいな、何してたみたいな、乗り換えていくんや、はい、本当乗り換えてきますね、そうそう繋いでいくんですね、リレーです、スルーは正解なんですね、一旦、いやあながち正解でも言われ、もう大きなリベンジ返ってくるかもしれない、あなるほど、
でもスルーされたよって言われたら、例えば僕らやとしたら、いやしてないっすよってこうなったらなりますもんね、うん、なります。いやしたよね、今したよね、うわどんどん広がっていく、もう広がっていく、でもそこで広がっていくときにスッと抜けることはできます、うんうんうん、なるほどなるほど人が増えたときに増えたときにスッと成功成功。その怒ったりすることってある人なんですか、そのなんかに腹立った、あーどうやどうなんだろう、なんかあんまり想像、そこも想像できへんねんな、それは違うと思いますみたいな話も言ったとしたら、例えば、うん、いやそれちゃうんじゃないですかみたいな、いやなんでなんで聞かせてよ参考がてらめっちゃ興味持つ、なるほど、ほんで聞いた後わ、うん、そういう考え方もあったのかみたいな、あでもそういう考え方もあったのかにはならなそうです、ならんねや、うん、よう知ってるな、自説をやっぱ立証するために動くと思う、はっていうかさみたいな、うん、逆のこと言ってくれたらより自分がもう一回力説できるわ、なるほど、いいこのエネルギーになるというか、そうです、貯めてます、貯めて、いや私坂さんのことが一番分かってるかもしれない、すごいですね、まあ、どうしよう、うんうん、やっぱ会う機会が多いんですか、いやそれがそこまでなんですけど、そうですね、でも何回会ってもつかめない人がいる中で坂さんは一回会っただけですごく分かるんですよ、うん、そういうタイプの方なんですよね、こう来るなこう来るな、はいこう来るな、はいこれ逃げよう、逃げよう、そうです一足お先にみたいなことも一足お先にでもまあ妙な説得力があるのがやっぱ殿下の方とあるから、俺は1万人と寝たっていう、ああデータ取ってるって言われたら確かに太刀打ちできへんのよ、そうなんですよね、うん、こっちの机上の空論でしかないっていうね、そうか、だからちゃう、うん、理論こっちが言って も, 言ってもいや俺は1万人と寝てるからな、真実分かってんだよ、それ言われちゃったらもう何も言い返せないですよね、うんうんちょっとずるいな。それ言われておしまいやもんな。おしまいやもん。そう、そのずるさも武器なのな。あえてまたそのずるさの武器ということで喋った人と喋る。いやー、うん、半端ない人に。一生続く。そう。こちら方にはポケットテンガクリスタルミストを差し上げます。会いたい。はい。神奈川県アクセルライダー。桜真奈が加藤隆と距離を取ったなぜ？真奈ちゃん。この前俺が誘ったサウナ好きのグループライン、あれまだ動いてるのに未だに一人だけ既読つかないんだけど、もしかしてあれマナちゃん、え、マナちゃんもしかしてサウナ嫌い？この脳内再生言われたらダメや、構文としてはタカさんなんですね、言われたら大変やな、大変だな、え、それでもタカさんとか飯とか後輩とかやっぱ誘って行ったりしたら、ほんと後輩とかずっと喋りを聞いてるんですかね、そうだと思います、ってことっすよね、うん、記憶力いいねんな、あそうなんです、なるほど、そうということですよね、そうやって喋れる人って記憶力いいですもん ね、めちゃくちゃいい、はい、引き出しが多いんですよね、だから、うん、10年ぐらい前になんかライブで一緒になって俺、はい、打ち上げ行ってんのよ、はいはい、その時にこの人うるさいな思ってたんけどその時の打ち上げで喋った話とかまだ言うてくるんですよ、すごい、そういう人ってそうなんよ、俺全く覚えてないんだけど、もちろん、まあ、だから超人であることはも間違いない ね、 いないですよね、うん、何やっても成功する、今もどっかでずっと喋ってるやろうし、うん、このねリアルタイムで、リアルタイムで、はい、めっちゃおもろいな、そう考えたら誰と、いやめっちゃおもろいな実はタカさんってそうおもろいけど、そこをねなんとかもう皆さんにも気づいてほしいんですよ、いやすっごい面白い人だ、いや確かに世間ではそんなにね僕らがそのね分からないわけですから、ちらってきたらもう一人でおられる時はもう想像つかないですか、それはそれでも別に、だってあの人タバコ吸わないのに喫煙所来て喋るからね、すごい話したいんですね、話したいね吸わないのにわざわざ来て面白いですよね、まあ、でも若手のねこう僕らからしたらそういうの共演させてもらったらありがたいというか助かるというか、そういう人が一人いるとこう緊張とか場の空気とかこうあれするんでいいんですけどね、気に持ってってくれるみたいな、うん、以上です、はい、こちらの方にはいろはプチプラムを差し上げます、はい、お題は変えますか、変えましょうか、まあ、タカさんでひとしきり盛り上がったし、そうですね、じゃあさくらまなが友人との会話を全く覚えていない、はい、なぜということで次回からの大喜利のお題はさくらまなが友人との会話を全く覚えていない、うん、なぜです、メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ヶ茶を選んで送ってきてください、これ正解はあれですか、はい、だから深すぎて、深すぎる、深すぎてですね、それが正解、それが正解ですよね、だけどまた他に理由があるか、友人ではないっていうことはないですか、いやそんなことはないです、うん、はい、あのそれはない、本当に深すぎて、関係性が深すぎて、はい、うん、もうわけわかんなくなっちゃうなみたいな、はい、それではまなちゃんからのメッセージよろしくお願いします、
はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それではマナちゃんからのお知らせよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。メッセージ、メッセージって言っちゃいましたねでもメッセージにはなりそうです、はい、すいません、ありがとうございます、はい、あの12月29日も年末なんですけど、はい、一昨日フライデーでライブを、開催いたします。はい、そして合わせてなんですけどクラファンも開始されまして、オトフラの、はい、今後 の、 あの活動にあたって、はい、まあ、ちょっと集大成プロジェクトとして、はい、あの、はい、資金をちょっと集めたく目標金額は、はいはい、あ、実はまだ決まってないんですけど、あれ先設定するんちゃうかだっけ、そんなこともないんや、いや先に設定するんですけど、うん、はいはい、実は今日の段階ではまだちょっと分かってなくて、あ、決まってない、箱借りてとか、はい、はい、そうですね、あのいろいろ箱代もかかるので、金かかりますもんね、はい、そうなんです、なのでちょよかったらぜひ応援くださいということで、クラファンがスタートするということで、はい、はい、サイト見たら分かるってことですね。あ、分かります、私もリツイートしてるので、はい、よかったら見てください、はい、そのリツイートをたどっていってくれたら皆さん あざとい写真見れますんで、 あれはちょっと見てほしいですね、ほんまに、はい、僕も今見たいですもん、あのカラーでカラー確かに、はい、どんなあざとさかっていう、いやいや、そんなあざとさなんて、これはでもあざこれでもほんま小林さんの秀逸な言葉出ました、あざと、確かにって、いや言われるまで気づかんかったな、気づかんね、うん、鋭い小林さんの、あんな可愛いわけないもんな、適当に家でボサボサいや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 、ね、ボサボサのままです、ですか、ありのまなで、それもいいでしょっていう、あれがだからそのやっぱ戦略とか経験とか、はい、その持って生まれたもんだけで勝負してるわけじゃないぞっていう、そんなことないです、はい、本当に頭使って先読んで、リサーチもして、リサーチして、一般の人の、うん、自然光も作ってもらう、やめてください、本当に照明さんとメイクさん読んで、ね、読んでません、2時間かけて、本当に自然です、パシャッて2時間かけて、契約書にはちゃんと公害無用公害した場合しっかり仕事じゃないです、賠償金をいただくことで、そうですよね、これ言われたら最悪ですもんね、いや、これがなんと自然にやっちゃってんですよ、はい、あれは自然光、自然、はい、もうどうだと、そこもだからの本気の照明さんでベランダの外から照らしたりしてるからねすごいな、自然光を作るために作るのすごいですよね、うんうん、であと家でつけるメガネって大体こう指紋とか曇ってたりするんですよ、はい、これちょっと後でカラーでまた確認するんで、はい、それがピカピカやったらそれもおかしいっすか、いやいやいや、拭きますから、桜井社長から拭きますって、家で掃除してる時のメガネがピカピカ確定なのね、ピカピカですよ、です、ね、潔癖症ですよ、だってそうか、私ちゃんとさすがに映す時にはもういろんなね声がありますから、これ大杖ついてる、はい、肘ついてように見えるけど、はいはい、引いていったら肘の下に何も台なかった、怖っ可能怖いっすよ、怖いよ、ホラーじゃないですか、ホラーやで、ほんまに、そうっすね、その可能性もありますから、怖いわそれは、いやいやいや、そこまで注視せず見ていただいや注視します、こっからはちょっと僕もう探偵モード入りますいやいや怖いです怖いです、はい、じゃあまなちゃん、はい、来週もよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。天がプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ、この番組はテンガの提供でお送りしました。深夜1時30分からケンド小林とスーツライブ周平魂と高則がお送りしてきました、テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ。それではメッセージを紹介したいと思います。兵庫県のシャー専用ザクさんからです、うん、はい、剣道小林さん、マナちゃん、ツートライブのお二人、こんばんは。こんばんは。毎週欠かさずに聞いております、はいはい、今回は周平魂さんの風が吹いてるなんですが、ほうほうほう、ちょいちょい古い話をされてますよね、はい、まあ、確かにまあ 10年前とかね、うん、何年前とか、うん、魂さんにはもっとホットなネタがあるのではないですか、うんうん、以前に大阪で逆襲漫才開催後、これ逆襲漫才で僕らと、ミキがやってるユニットライブなんですけども、ミキの亜生さんとラフ、ね、うん、ミキの昴生、はい、昴生さんと、ラフ次元の空さんとの食事会あったじゃないですか、うんうん、はい、その食事会の、焼肉店までの行く話をしてくださいよ、絶対風が吹きますので、ケンコバさん広場強い魂さんに今日もう一度チャンスをくださいということで、広場強い魂、まあこれね、あの話ね、あ、どっか舞台でやったんですか。いや僕はしてないですけど、多分なんかで聞きつけてこの人が送ってきたんでしょうね。う、まあ、またこれカニで落としに、カニ予告する、うん、ちょっとその平場強いって明らか弱い思ってるよ、平場は強い、平場だけは
何やねんそれ。ネタどないやねんじゃん。なあ。天が VIO メンズシートを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております。マナのケンコバさんのが欲しいの天外歌下ネタ浄化計画浄化ワードは大陰神となっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします。天ガチャの公式 X そして Instagram も展開しています。ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。パソコンスマートフォンからチェックしてください。それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手はケンド小林とツートライブ高森と守衛魂でした。さよなら。さよなら。